い、皆さんお待ちかねのふそどろコーナーです。イエーイ。というわけで、さっき放置してしまったコメントを、読みたいと思います。まあ要はあれですね、嫁キャラを教えてくださいってやつですね。はい、まあちょっとここから読む人もいるかもしれないんで、できるだけちゃんと読みましょうか。もう一回、はい、もう一度お願いいたします。はい、で、どこだっけちょっと待ってくださいね。ワグどっちでしょう、ゲームやんなくていいし、入ってんの両方持ってる、両方持ってる、ね、結局ゴミだからないんだよ、ワグ。というわけで、山田エルフって山山田エリカさんからのご質問を読みたいと思います。いよいよ次回100回突入ですね。ということで質問があります。皆さんの読みキャラを教えていただければ嬉しいです。できればコンクール型と、天童寺の読みキャラがいいんですが、両方教えてください。ちなみに私は今期4のシペルの岸上こまりで、天童寺の配給の日やの皆さんなど、他にも超痛いんですが、後日は足りなくなりそうなので割愛させていただきます。長文多分すいません。コンクールあれだろうな、今のクールの一番。嫁、うん、向こう、うん、まあどっちにもまあ言っちゃいない、性別は気にしないですけど。コンクールは多いなぁ。どれだろうなぁ。コンクールね、嫁と、いやぁ、誰しかいないからなぁ。そうね、夏希にはコンクール、まあそうね。花井と結婚したいし、小野田くんは産みたいし、うん、スパイラルの歪み君になら殺されてもいいし徐々にやってくるかな。いつも言ってるところが出てきますね、解散やっぱり。どんなに暴力されても一緒にそばにいたいのは天使筋力の加藤君だし、性的が歪んでんだよな。もう大体の枠埋まっちゃいましたね。うん、2回超えられない、超えられない。えひざめくんは普段は絶対優しくしてくれるんだけど、最終的に夏希を殺さなきゃいけないってなった時はもう全然殺してくれて構わない。彼が幸せになってくれるなら。それは村どんどんできてるわ。繊細なピッチが速いんだよ。単純に手が暇なだけなんだよ、この人の手遊びなんだよ。足が暇な瞬間見てるわ。足靴脱いでんじゃないよ。足でポカリ食べる。前さん何います？前からのだったら桜大戦3のメルレゾンなんだけど。うんうんうん。メルレゾン？違う。それはなんか送られてきて雑誌みたいになってるやつで食べちゃったりも。メルレゾン。メルレゾン。どうせどれどれどれ。メルレゾンっていう桜大戦3のサブキャラの髪が長いのと短いのがざっくり言う。二人いるの。メイドの格好した。だから青い髪の短い髪。短くて物静かな、うん、なんか一昔前ってさ、髪が青っぽくてさ、静かでさ、ちょっとクールなキャラって鬼ほどで、そう感じなんだけど、サブキャラなんだけど実は主人公のことが好きっていうのが、サブイベントをその子のサブイベントをずっとやってると最後に分かるっていうのがいたの。なるほどね。そう、それが好きだったのずっと。なるほど。今期だと誰だろうな。メルレゾン、雑誌で書く買えるやつになってんだよな。そうなんですか。自分に見返りは何も求めないけど幸せになってほしいな、ヒロ様。ああ、そうね。単純に幸せになってほしい。そういうのいますよね。そうね、いろんな見方あるから。お金払うだけで幸せになるなら幸せになってほしい。今期であと一番可愛いと正直な正解する方の花森とかになっちゃうからね。可愛いんだよな、単純に。新藤さんが、新藤さんが忙しくてもぶかしてるんだよな。そうね、小林さんはそういうとこってことですね。そうだね、ちょっともぶかしてるキャラにちょっと肩入れしてしまう節はあるのかな。こうやって思ったモブが好きなのか、ちょっとメインじゃない方に同情してる部分があるのかな。そういう意味では BTU の感覚の話だからな。ちょっと何言ってるのかよく分かんないです。松井君はどうだい？あ、振っていただきましたね、ありがとうございます。まあ今期だったらね、やっぱアリスと同等かな。あー、まあ、いや幼絵の方にかなよ。そこがね、だからそう増6でも増6自体もでも好きなの。増6は人まで大好きだったね。で、いやね、メイドになったり、ケイドになったりするのがあるし、好きだし、でもまあ幼絵かな。レクレイターズも好きなんだけど、名前は癒されるね。かつさらちゃんのザ子供の癒されるよ。まあそれとそれに対してお姉ちゃんやってくれてるっていうのがね、いやいい子だよ。なるほど、やっぱサナエだな。まあ今期はサナエだ。歴代は？歴代はな、まあ歴代出したら多くなっちゃうからな。まあね、この人も多くなってますからね。ねえ、じゃあもうしょうがないからアズマンが大王にしとく。あ、大阪。アズマン強い。いや、タナだっけ、あれ。あ、すごい。そう、すごいよく覚えてる。そう、2年生からのカグラさん。
はいはいはい、うん、で、まあ、セッテ、まあ、ともちゃん、ともちゃん、まあ、みんな好きだからな、ともちゃんも可愛いね、そう、やっぱもう、お分かりの、バカの子が好きなんだよ、ボンクラ好きなのよ、ボンクラ、ボンクラ、可愛いよね、はい、あの時、悔しかったわ、好きにそこらへんかな、やっぱり、天気地かな、してメテオラさんもいいなって、メテオラさんはいい、メテオラさんめっちゃ良くないですか、今週の作画マジ良かったよ横顔、メテオラさんの横顔マジ綺麗、なんかね、そう、2人どっちも好きなんだけど、メテオラさんどっちかというとメテオラさんに美味しいものをいっぱい食べさせてあげたい、可愛い、ベタな無口系だけど、あの感じはいい、どんどん可愛く見えてくるっていう、いや可愛い、どうしたのか、それはできるよ、ね、あのいい感じのお姉さんな感じですごい優しくてね、うん、好きなんだけど、メテオラさんの方がなんかいろんなもの食べさせてあげたいじゃない、わかる、しかも原作者死んでんだよ、うん、かわいそうじゃない、うん、原作者殺してる人もいるけどね、てかわけで今期はね、でもゆずくんもちょっとね好きなんだけどねあら、今歴代だったの、あ、他のやつ、あー、アービクも何個かあってね、うん、まあでもとりあえずメテオラさん、ね、うん、今期は、うん、なるほどね、今までので歴代か、結構ね、難しいんですよ、アイマスってね、難しいんですよね、はい、距離感がね、どういう距離感が僕にとってそうですかあれか、ピーがね、ピーだから、ただね、ちょっとね、事情があってね、どうにもこうにも自分の読み切らってものを考えなきゃいけないなって最近思い始めてまして、はい、そんな方が選ばれたのはアイドルマスター、シンデレラガールズ、シンデレラガールズ、無冠の帝王こと、よして今回、ようやく第6代シンデレラガールズに選ばれました、お、お、6月に誕生日がある、お、高木楓さん、おめでとうございます、おめでとうございます、人気な人でしょ、聞いたことあるよ、山ピーの嫁に、シンデレラガールズの中で一番人気だったんですけど、今まで一回もなんかギリギリのところでなんかシンデレラガールズになってなかったんですけど、うん、今年ついにめでたく6代目シンデレラガールズになりまして、早見だからなかなかライブにも来ないんだけど、うん、去年なぜかサプライズゲストとして登場するというね、奇跡を成し遂げましたんで、まあ、僕はいろいろこの話してると多分5時間くらいかかっちゃうんで、この辺にはやっておきますけど、みんなの読めるキャラでした、キャラが公表されました、はい、ありがとうございます、さあ、さっきあのあれですね、通常のコメントの方で、はい、あの普通お題これまた回そうぜってやつがもう一個ありましたので、はい、初コメです、河合さん大好きで毎回動画楽しく見させていただいております、スプレイベントに行きたいんですが、礼儀作法に対してとても厳しい暗黙の了解にマナーがあるという話を聞き、もし失礼を働いてしまったらと思うと行動を起こせません、イベ参加に関するリアルな細かいお話、初イベント、エピソード、行かないとわからない方の動画やコメントなどいただけたら幸いです。長文失礼しました。ありがとうございます。うんうん、初めてのイベント、ここら辺気をつけようぜとか、こんな失敗しちゃったぜみたいな話を聞きたいってことですか、ね、まあ、そういうことですね、ざっくり言うと。まあ、マナーの件はね。まあね、過去段階から話してきちゃったし、ね、まあね、ちょいちょい話してるんだけどね、まあ、人として、うん、ちゃんとしてれば、まあ、問題はないんだけど。うん、そうね。約束は守る、時間は守る、返事はする、はい、勝手に写真撮ったりもしないとかも当たり前の話だから、声を出す、ちゃんと挨拶するとか、人を殺さない、人を守っちゃうね、空気を読む、そう、そこがね、できない人いるんだもんな、いるね、空気読むし、なんかまあ、ね、ちょっとレイヤーをこじらせてると。うん、なんかこう撮ってるとき話しかけないでみたいな人とかいるかもしれないから、うん、まあそういう人に声をかけてしまったときはまあ、あー失敗しちゃったーって思ってればいいし、別に教えても必要はないし、めんどくせえからコスプレイヤーは本当に、うん、うん、イベントのルールはちゃんと、まあ楽しいことを楽しい時間を過ごせればオールオッケーじゃないですかね、うん、あとやっちゃいけないことイベントで、うん、禁止されていることやんないとか、あと最近よく動画撮っちゃう人とかいるけど、うん、動画 OK なとことか調べるかとか、うん、何でも確認した方がいいかもね、うん、イベント自体のルールがね、イベントごとによって違うから、そこは確認しないとね、でもこのように、ね、質問くれるぐらい確認する気持ちがある人だったら大丈夫だと思います、うん、大丈夫だと思う、本当は、本当あとはもう楽しいことイベントでくれれば、うんうん、めんどくせえこといっぱいあるから、レイヤーは、うん、クソほどあるから、入れないで、トータル楽しければね、うん、
めげないでめげるようなことが起きるかもしれないけど、質問さんだけなのにエールを送って返してるんですけど頑張れ、質問に答えるこれよ。いや、めんどくせえなもん、コスプレイヤーって。あ、分からんではないっすよ。嫌になっちゃうもん、やってて。ババア嫌になっちゃう。ババア嫌になっちゃうよ。それを中にはいい人もいるよ。基本は全員めんどくせえと思った方がいいよ。あ、うん、そしたらたまにいい人と出会えたらラッキーと思うでしょ。あれって、たまにいい人と出会えたら結構もう一生もの付き合いになったりするから。あー、なるほどね。それはでもいいっすね。うん、お見合い知らなかったりするけど。確かに、そういうふわーっとした試合も。あ、そんな感じで楽しんでください。はい、じゃあこのまま、今回メールにも来ましたので、そちらに回していきますね。はい、はい、皆さんこんばんは。なかなかメールの別申し訳ありません。時間を作ったのでまた送ります。ありがとう。先週もくれたし今週もくれたし、ありがとう。ネガティブなことがたくさん、キャラクター好きなことも何も嫌になったんですが、友人が差しでお酒飲みながら愚痴を聞いてくれたり、一緒に旅行に行ってくれたり、本当に友人には感謝です。それだけではなく、一緒にコスしようよと言ってくれたり、本当に友人には救われています。よかったね。いい友達じゃないの、うん、よかったね。続きまして、じゃないや、話は変わります。女子高生ちょっと流されるって何ですよね。話は変わります。あれ、話は変わりますが、女子高生と何を喋ればいいのか分からず、とりあえず昔見ていたアニメや特撮さんの話をしたんですが、うん、うまいうまいかなって言われて言葉が出ませんでした。あ、まあ、そうでしょうね。だからね、女子高生だったら、ね、チョキスもさ、ね、今の話したらいい、ね、最近の話はそう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 、まずはまずね、アニメの話だったら、結構まあその子がオタクだったんだけどね。さあ、大前提そこじゃなかったら俺はびっくりだよ。オタクで私も好きなんですって会話だったとしたらの話だと思ったけど、どうなんだろう、ね、初対面からおざわす、あのアニメわかんなくない。だって女子高生と話す機会って、いや多分イベントで知り合ったのかなって気はするけどね。学校の中でってバイト先とかに。あ、バイト先だったらもう自分なんでバイト先だから、それで単純にちゃんと勝手に女子高生に乗り込んでしょ。おい女子高生だもん、おいおめえら昔の話をするぞ。東海道中膝切りの話もせる。それは生まれる前というか江戸時代です。脳、はい、やないじゃん。脳やないか。皆さんは自分が若いつもりでいてもやっぱり年を取ったなと思う瞬間ありますでしょうか。100回おめでとうございます。ありがとうございます。今撮ってます。ブログ更新されて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。また道情報が見えたので置いていけぼになって私はとても助かりました。本当にありがとうございます。じゃあ頑張って更新します。ずっと応援しております。ありがとうございます。長文失礼しました。長文でしたね。ありがとうございます。ね、なんだっけ、女子高生と話してるんだよね。トータルで言うと質問は、自分が若いつもりでもやっぱり年取ったなと思った瞬間はありますかでした。はい、小林さんどうですか。今ヘルニアが、ね、今ヘルニアが爆発してます。首がヘルニアだ。全然悪くないよ、こんなもん。そうそう、若いと思ったらっていう感覚もだんだんなくなってきてね。まだ一応20代だからさ。そうね、むしろバイト先でどんどん自分が年上になっていくなーと思って、日々ああ年を取ってるんだなと思ってバイトに行くために思ったのが、自分が、うん、2000年が17年前で2010年が7年前って言って嘘だと思ったわかる。2010年は3年前だよ。そうそうそう、この前この前この前2010年7年ぐらいだよ。この前言うて4年か今何年2010年それを大丈夫、うん、だから2010年は3年前それは分かる。2000年でまあまあ5、6で7、8、7年前せいぜい7、8。今何年え、2010年やべえやつじゃねえか。そうだじゃあそこでハートだって。ハートだってから。そうなんですよ。いやいや天使じゃない、天使じゃない、天使だ。分かるよ。2010年か7年前は全然勇者だ。全然勝者勝者分かる。これは感覚ね。時間分かんないよ自分が。分かるよ、分かるよ。だってさ、僕が高校生、中学生の時の作品がさ、20周年です。そう、マジでこないだハマってた作品だもんな。そう、なんだったら見ようと思ってた作品20周年って言ったら、あれ今度また見ようで置いといたやつが10年経ってた。ポケモンとかもう20年ぐらいでしょ。確かポチポチ、まあ、ポケモン小学校からずっと成長してるからな、まあ、同い年だからな。そうそうそう、一緒に育っていくからさ、ポケモンは初代世代だからまあ、ね、てか、まあ、ちょっと話変わっちゃうけど、じゃあ別の話します。いや、違う違う違う、なんだ、そこまで変わる。そこまで変わらないよ。はい、あのアイマスのライブに僕行くわけじゃないですか。で、いやいや、でもアイマスそんな詳しくないんですよ、最近ハマったばっかなんですよって言うんですよ、毎回。結局ね、アニメから入ってて全然アーケードとか知らないから言うじゃないですか、うん、そしたら
僕きあのよ去年から入った人なんですみたいなさ、あ後輩ができたんだバリバリの放送あんま知らないですって出れますから逆に言うみたいな、うん、よく考えたら僕あの8周年ぐらいとか言ってるけど今年で12周年目だから、うん、待てもうあれじゃん4年くらい見てんじゃん後輩できてんだ、ね、まあまあハマってるよね4年って考えたね山くんアニメからっつうの聞いて押そうと思っちゃったからもっと本当最初人だそうだからニコニコの時とかもう通り過ぎてるから、ねでもそうなんだね。そう、それでももう結構知ってる方だって言われちゃうんですよね。そうだろうね。今の感じだとね。時間が経ったなぁと思う。春日とかさ、その辺もえなるじゃないですか。春日何年前は確かにパンチがあるよね。でもさ、今さ、カードキャプターさくらもやってるしさ、セーラームーンもやってるしさ、今度ロケンもやるからさ、進んでないんじゃない別に。時間で。止まってんだよ、うちの。ね。結構うちの世代に戻ってくから。うん、確かに有給だからまた新しい私ジョージだし会社がジョージだジョージだからカードキャプターやってるってことは、うん、ジョージだジョージだし今プリパラ見てるし、うん、ジョージだしあ僕もジョージだわ、うん、ジョージだし全然ジョでもなければあれジョージだジョージジョでもなければデカすぎるよ我々ジョージとしては、うん、我々ジョージとしては秋のジョージとしては一人称として使わない僕日野川合さんとあの僕2人であのみんなジョージしか集まらない大人の飲み会じゃねえや大人の集まりクラブメイトに行ってきたもん女子飲み会30前後の女子がいっぱい集まったな大きなお友達ってこういうことだなそう伊藤洋子の8時ぐらいに現れる女子ねでもガチの女子が来るとビクッとするからターンターンみたいな何かあガチの女子が並んでるプリパー並んでるって思うちょっと偽物の女子たちが困惑してるじゃないかいい先輩だか養女先輩養女先輩ですねこっち後輩ジョージだからジョージまつりくん助けて助けて俺女子に挟まれる逃げたいまつりさんは割と女子だからなまつりくんも少年の方が悪いからね男子は、うん、男子カレーカレーすっげえ小学生からコードにできるしそれはカレーを食べながらどうかの話それはただの早いわ女子と手つるの全然恥ずかしいじゃんそれはねそれはただ恥ずかしいいじめちゃうつつきよからかっちゃうしお前女子と手繋いでたら映っちゃうしもじもじしちゃうあ、小林さんリア充だからねわざ作りですわざ上手子供の方が作りやすいと噂ではあっちゴミなんだよゴミドラボー何いっぱいできてるんだよというわけで小林さんはちょっと小林さん何なんですかそれはやっぱ髪かき上げた瞬間ですかああ確認してもらっていいですかちょっとあ、そんなね、年違うでしょまだまだ20代よあ、ワムかワムか違う違う、ワム投げられる保険をみんなの前に入れてるの作者の人くらい入れてるもんなあの人来てるよ来てるよ、あの人来てるよ来てるね来てるよねいい人だからなそうなんだよなはい、ぐらいですかねそれで行きましょうかみんな仲良し皆さんこんにちは100の質問に少しでもお手伝いできると思いメールさせていただきます皆様の今その今の経験の中でオタクであること隠す行為擬態をしたことありますか私は最初は隠しますが、周囲にオタク仲間が欲しくなり軽くカミングアウトしてしまいましたありがとうこれ、これ普通、まあいいやオタクね普通だよ普通だよいや違うこないだ普通に話したわと思ってエリートとああエリートとオタクは隠すべき文化だったよなあ昔はそうだねどれくらい知ってられるのこの兄貴なんだって面して聞いてたからさ、うん、なるほどね松井さん結構そうか擬態するしないとっていう文化というかそういう ねオタクそういうあるべきで今から出すのもだから俺だいぶうるせえ子さんが来てるよいや分かる分かる、ね、口うるせえだから今のコスプレイヤーが普通になんかファッションですみたいな感じでいるのすげえ嫌だもんコスプレイヤーも隠れてやるものだもん、うん、ね絶対言ってるもんギルティーだったから社会的な死を待ってたから、ね、普段は普通にサラリーマン OL やってたりする人で顔は隠さなきゃいけないみたいな今文化として出してるのがねやっぱ古い人間としてすっげえ嫌なんだよでも僕はあれだもんななんか俺話しかけんだよオタクだぞ、話しかけんなよあ、中二病わぁ、そっちかそっち系だったそういう人と仲良くならないんだよねねえ、オタクだと思われるからねそう、だからさそうそうそうだから高校の時はそうやってシャッターを下ろしたの結構あの、うん、心閉じこもってたからで内側に入った人だけ仲良くするっていう寂しい高校時代を送ってきたのね岡山にいる時はずっとあでも横浜に来てからなんか緩やかになってまだこれでもマシになったマシになった人として生まれ変わった人と触れてこなかった人間がいやだから実はここも隠してたからね
ね。そう最初から別に行ってはないよね、うん、全然3人養成所から行ってる時ましてお笑い芸人 その周りの芸人になりたいやつらの集まりは割とそういうのをいじられると怖いなっていうのがあったから下手に言えないぞっていうのはあったよね。めんどくせえ絡みされるのめんどくせえから松井さんがその感じの人だとは思わなかったです。だって松井くんが一番いいと思う。まあ夏木レイもそうよね、普通に見たら、まあね、まあ、今だからもうそうとしか見えないけど、そうそうそう、だいぶ隠してたんですけど、コスプレして寝てやるなんかマジで考えられなかった、ね、そうなんですよ、絶対出さねえと思います。だから最初のやっぱオタク同士のジャブの打ち合いってあるじゃないですか。好きなアニメ何言うかでレベル測れるじゃない。アニメ見る見たことワンピースが難しいんだけどな。どっちもいいからな、ワンピースは。まあね、でもそこ何あげるか、おそ松さんおそ松さんでそれは どこのラインかもあるじゃない、ね、今上辺のっていうのはいるじゃん、知ってるぐらい。そうそうそう、ゼロに謙信とかもどっちだってなるんだよ。そうそう、俺見ればいたけどさ、どうハマり方したのよっていう。ワンピースでチョッパーのとこが一番泣けるって言われるとね、仲良くなれない。あー、そこじゃないって一番まだ全然わかるからな。最初に懐けないと話したけど、同人誌買いに行ってきたんだって話で、でそこにまず探る、はいはい、どのラインなんでしょうと思ったら逆漫画見るって、あ、わかんないこれ、あ、違う、あ、どっちだなんだ、ハイブルジャンプ系とか、はい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 、そういうのが好きだ、ね、ただ面白い漫画が好きなだけ。わかると思ったら、なんか上下立って、なんか違うんだと思う、違うルールできたぞ。そうそうそうえ、あ、あるんですか、そういうのってあるよ、あるよ。そっか、あー、今買ってきたこいつお、なんか思ってるのが違うってそう、とりあえずベタにワンピースとかナルトとかだったらあーいいっすね、まあ、分かる分かるけど逆漫画見より一発目に持ってくるとね、うん、違うなって。この人はだからオタクの枠が分かんなかった最初レベルの深さが確かにね。さらに5を深かった深かった。最初すごい冷やかしみたいな感じで聞いてきて、はい、その頃はもういいやっていう感じの感じもなってきたな。女子もいるじゃん、ライトなオタクはワンピースナルトとか、そう、あ、絶対バカにしてるって聞かれながら、でも、うん、好きなんすか、同人誌は知ってるんだと思いながら、ね、まあ、こっちもなんか舐められてるわけ、お互いジャンプの経験するから、何好きなんすか、何買うんすか、よく行くんすか、逆もダメやるんです。え、どっちだ、どっちだ、逆、あ、ちょっと濃いけど、ジャンルがなんだ、変だ後輩が戸惑ってるよ。そっちっすか今買ってきた。おー、エロいのかもう逆に取りの二層だな。どっちもね。ああ、どっちもかより分かってるわ。ああ、お疲れした。逆漫画見るよりも全盛期なのかどうかよく分かんない時期だったし。ああ、そうね。微妙な時期だったね。ちょっと落ち着いた。そう、アニメはもう終わってるもんな。いやでもね、終わった後に一回すごいブームが来たの。ニコニコの時。ああ、あの時か。あの時すげえブーム来て。そう、だからアニメよりも後だったのね、ブーム来たのは、うん、そう、アニメの時はもう原作好きな、まあまあまあ、そう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 、うん、ニコニコのせいですげえ流行って、ね、でもそのおかげですげえ出たから、あ、よし、と思った。これ、だから出会いが変だったな。変だったねでもまあ、そこが解散と知り合った時はもう解散はオタクです、もうネタやってます、ネタやってます、バットモンでやってたから、そちらからやってたから、ただ小林さんと松井さんはまあ、特に松井さんも結構あの初めの時からずっと一応会ってたんで、まあ、今世代の株って変わってからね、小林さんもなんかね、なんかできる、できる、できる芸人ですって顔をすごいするから。違うんだよ、俺と多分この人よく解散してんなって思ってた人の2組で解散してるから、やめてよ、俺の知る過程で。小林さんはなんかね、できる芸人っていう感じがすごいしてたんです。僕初めて会った時に小林さんにその事務所のデザインのイロハを教えてもらって、お手伝い教えてたんだ。あー、あれリーダー、事務所手伝いっていう謎のリーダーを、そう、あのお手伝いする芸人とのが1年目運営する、はい、ライブの手伝い、それでこのタイミングで先輩に挨拶しに行くんだよとか、こういうとこのタイミングで掃除するんだよとか、そのすごい丁寧に教えてくれて、すごいできる人だなって。この人がまさかオタクなはずはない。手伝いのプロだから、そうですね、まあ、我々手伝いのプロだから、お手伝い芸人っていう謎の理由でライブ出るからね。ヤマピーってリーダーだった。僕はね、リーダーじゃないです。花ちゃんだよ。あれ、マリちゃんだろ。全然関係ないから、ね、僕はなぜかリーダーだと思われてたんですけど、僕は全然そんなの、ただの裏方すげえやつだよ、うん、慣れてた、準備がすげえやつだよ、うん、なるほどね。でもあれですよね、僕はだから何かを、僕はね、事務所入った時に何かのマニアだ、
うん、見た目からして、うん、でも何のマニアだかは分からないっていう、なんかそういう先輩から思われてて、そうだね、なんかいろんなのに詳しい人っていうイメージがあったんですけど、パソコンとかなんか動画とかそっちでパソコンだろうなって、ワイルド好きとか、ヤマピーに何か聞いたら知識を返してくるヤマペディアっていう謎のシステムが1年目、2年目ぐらいの時ありました。見る影もないですね。もうパーンとかちょっと最初いきなり、ね、嘘だってバレたし、ね、いやもうね、ほんとでもあれです、あの僕がアイマスが好きだっていう情報がなんかじわっと広まるおかげで、僕がアイドルが好きだと思われてて、ああそれも僕も見えるんだよね。いやだからアイドルって言ってもアイドルスマップしか分かんない普通の人じゃないんだ。スマップはガチで好きだけどスマップしか分かんないってなってて、なんかそういうんで、まあ言うくそれだったらアニメ好きですって言っちゃった方が楽だってそうですね感じで、まあアニメ好きですってバーン出しちゃったんですけど、うん、ね、でもバイト先ではちょっとね隠したりとかはさすがにしますね。めんどくさい、ね、聞かれもしないのに言うのも変だしなっていうのもあるから、今もう隠さないでいい時代になっちゃったからね。そうね、バイト先の更衣室にね、ポスターに行く用意とかでもバーンと置いたりするからねそれは単純に邪魔だよ、ね、そう、ロッカーとかの鍵だったり何だったりちょっとずつグッズがあったりすると、うん、あ、この人なんだなって分かるじゃないで、前このバイト先のロッカーがさ、うん、あの縦長なのよ、うん、はいはいはい、細い、うん、細いタイプ、はい、一回そのおそ松さんの自意識を作るのにこうでっかい丸い球体の発泡スチロールを買って入らなくて横幅ないどうしようガッガッ入らない丸はどう向き変えても変わんないよ四角じゃないよ丸はどう向き変えても変わんないよ変わんないのよ、ずっと同じ大丈夫だったらそうだけどそう、ね、どう解決したらそれはもう置いとくぞ上に隠してたから謎の発泡スチロール見られてもなんて言い訳すればいいかわかんないもんな。すげえ焦ったあの時ギリ入ると思ってたんだななんだこれはってなりますもんね。そんなに入らないかって。そこでなんか知り合えることもあったなって。ああそうだ、まあね、全然関係ないバイク先、自分は制服ハンガーかけるタイプだから、うん、ハンガーにあの金プリの雪の嬢様がこうで、ああ雪さんがいるってこの中に誰かがいるぞと雪さんの推しが雪さんの推しがいるっていうんで仲良くなれたら怖いんですよね。すげえいいな、おいて多分会える、はい、劇場とかで東場豊洲か横浜で会える。やったおい横浜来てなあ。まあ擬態するね、小林さんあるんですよ。小林さんね、私擬態は中学はしてた。お高校がそのオタクばっかの高校にたまたま入ったから、みんな隠してなかったから、隠す必要はない。みんながそうだったら隠さなくていいんじゃないですか。まあね、最近隠さなくていいから、人の嫌いが全てだからそうそうそう、こいつは隠しとこうっていうのもいるしな。この話、もう一個だけ言いたいことがあって、はい、僕はあの声優の養成所に通ってた話をしたと思うんですけど、はい、声優の養成所でみんな擬態してました。なんでなんでだよ、わかる。声優だったらもう良さそうなの。そう、うん、いや、なんか出てるのが多少あるんだろうけど、意識高い系の人が集まってきてる学校だったんですよ、うちの学校が。で、あくまで私は声優、まあアニメとかもちょっと好きなんだけど、舞台よりもその芝居と演技というものが好きで、特にその声で勝負するっていうのが好きで、来てんで、そこまでアニメについては詳しくはないんですっていう振りをみんな1年くらいしてた。豚丼でしょ、そうですよね。実際、蓋開けたらただの萌え豚。一番ね、見た目がいい子が一番やばかった。あ、可愛い子が一番ディープだった。隠してたんだ。でもなんか声優コースと俳優コースが一応あったの、その6クラスかな、6クラスぐらいあって、5クラスが声優科で、1クラスだけ俳優科だったの、で、夏希は俳優科だったの最初で、だから俳優科だからって言って、なんかみんな隠してた。あー、ちょっと違うの意識高いのかね。そう、なんか意識高いのかね。夏希は全然隠してなかったけど、だからなんか後日2人で遊んだ時とかに、実はさーみたいな、コスプレしてるの私もみたいな、はいはいはい、早く言えよみたいな。いいよ、ありますよね。マジマジして言うことねえだろ。だからカラオケでもさ、みんなさ J-POP ばっかりやるの。あもうすごいアニメ入れたいのに牽制し合って、牽制する場合普通になんかサザンとかなんか当たり障りない J-POP みたいな入れてて、誰かアニソン入れようって、アニソン入れたらじゃあ俺も入れようかなってなんかコソコソって入れるからって、そんな感じの牽制をし合ったんだけど、1年くらい経った時に結局さ、トタミナオタクでしょって言い始めて、いやー、遅くない、ね、
所詮オタクしかいねえんだろうっていう気持ちで入ったけど、意識が高いな。魅力も力もわからない。分かってても自分を隠してるつもりだから言えないってことだよ。誘い水はやるよ。やるよ、まあね、声優養成所に通ってんのにオタクじゃないより襲いたかったのなんかおかしいな。確かに、はい、これ出してんだろう、ね、出してんだ、まあ、いや確かに痛いな、痛いね、まあいい。いや、さあラストフトといきましょうか。はいよ、フトです。あ、ゆういちです。ゆういちだ、ありがとう。100回ラストはゆういちだよ。やったー、100回おめでとうございます。9人間の動画がなかなかアップされなかったので、山下の体調不良だと思いましたが、無事アップされ、コース感が揃えております。よかったですね。これからも BTO の未来に英語を続くことになっております。やった。もし終わるとしたら、夏希お姉さんのできちゃった結婚か、山下さんの闇落ち、なんで結婚前提なんだ、闇落ち、小林さんと松井さんのカップル発覚というケースのうちはどれかですかね。何その組み合わせ。普通に結婚続いてくれ。今回は100の質問の企画があると思うので、この辺失礼します。ニコ生タイムシフト予約しましたが、生で見てみますよと。ありがとう。ゆういちは本当にいやつだなぁ。ゆういちはね、あの感想動画をメインで見てくれてるし、しかもちゃんと普通歌を毎回くれるし、通常のコメントも時間があったらちゃんとくれるし、100質問送ってくれるし、マム2ついあげる。いらねえ。マムあげて、1ついでもあげる。ゴミが倍だから。マムできてるから。ゴミが倍。おばさん、へい、目玉あげよう。こぶねえよ。おい、俺の目玉まだ見てない。じゃあ目玉やるから、神玉あげよう。神玉、神かぁ。やってくれよ、ゆういちの。ゆういちのためだよ。ゆういちいいやつなんだよ、信用できる人間なんだからよ、まあ、冷静に考えて、ゆういち髪いる？いや、いらんけど、いるかもしんないじゃん、ハゲてるかもしんないじゃん。ハゲとハゲでシェアしてどうするよ。ハゲとハゲでシェアしてどうするって、全然悲しすぎるじゃん、もう。悲しすぎるじゃん、こんなもん。やめておくれよ。今週はね、僕はエアコンがないせいで意識が朦朧として、同じ編集を何回も繰り返すってわけわからなくなったんで、やべえよ、もうマジで熱中症で死ぬよ、家で。ええ、死ぬかと思った。パソコン3台つけてるからクソ熱いしね。うわーって興味がやばい。ちゃんと偉いとね。もう小林さんからさ、後でさ、夏希姉やんと海さんの喋ってるとこ同じところが5回くらい聞こえてきた。大丈夫かな、これは編集どうなってんだ今。進んでだってね、入ってこないの、何言ってるのか分からない、海さんが。でもそこ、小林しねえってとこじゃない。本当に何言ってるか分かんない。キラーワードでスクラッチして遊んでたり。だって小林さん、違う意味で降りてきたよね、それやめて。違うから聞こえてんだけど、つって。だから、エアコン買おうと思います。はい、ゆういちさん、ありがとうございますね。ありがとう、ニコ生を見てね。見てね。というところで、今回100回目の動画、終わりますね。そっか、はい、そっか、次やんのかな。ね、そんなことあんの。なんか気にいいからな。タイトル変わって続けやつじゃないよ、から。終了ですって言った後に、何しようか、最終回ですってタイトル変わってる話始まるの、ね、うん、終わってほしくなかったらコメントをください。そうだね、普通だとコメントをください。お願いします。これからも多分続くと思います。頑張る、頑張ります。というわけで、以上ニラボトークでした。この放送は大風写真館と秋葉プロデュースバイガイナックスのスタジオからお送りしました。バイバイ。